ということでですね、今日はね、ボカロアニソンコンテスト、始まってるんですけれども、今日はですね、控室に今来てます。私、ボーカルが担任します梅川です。こんにちは。おっす。ではということで、今日はね、参加者にね、可能な限りインタビューしていきたいと思うんですけど、今日のインタビュアーじゃない、次の出演者はこちら、どうぞ。ザン。こんにちは。お名前は、笹川由香です。高校はどちらですか。開志学園高等学校です。開志学園から今日来ていただきましてありがとうございます。でこの間もあれですよね、ワークショップ、特別ワークショップ参加してましたけども、はい、どうでした。なんか普段、本当になんか専門学校の人から、なんかプロというかそういう人とか教えてもらって、本当にいい経験。あ、本当に。じゃあね、今日はそのワークショップでね、ワークショップの教えてもらったやつを生かしてね、ごめんね、カミカミでね生かして今日は頑張ってもらいたいと思います。歌う曲は何ですか。水木奈々さんの禁断のレジスタンス。おお、禁断のレジスタンス。今日ちなみに水木奈々さんね、県民会館でライブなんですよね。そうなんです、そうです。僕行きますけど、僕行ってきます。はい、ということで、じゃあね、頑張ってくださいね、はい、じゃあ最後の意気込みをこのカメラに向かってどうぞ、はい、頑張っていきたいと思います。イエーイ。じゃあまたな。